フロストの飛行機械、ウィリアム・フロストは、ウェールズのアマチュア飛行家。自ら設計した、有力、誘導力な飛行機械によって、かなりの長距離を有人飛行したという説がある。フロストの制御は大工であった。彼は、生涯の大半を、ウェールズ南部のペンブルックシャーの海辺にある村落、ソーンダースフットで過ごし、同地で没した。父の名はジョン、母の名はレベッカ。 1890年代のある時、飛行機械の製作を思い立った。貧困にもかかわらず、彼はフロースト式滑空飛行船を作り上げた。これは垂直離着陸機のような機体で、空気より軽いガスの入ったタンクを複数備えていた。特許の申請書には以下のような説明が書かれている。バイロン・ロジャーズという著作家は、フローストの飛行機械を次のように表現している。 中ば気球、中ば、誘導力グライダーであり、ヘリコプター式のローターはペダルを漕いで回された。報告によれば、フロストはおそらくこの技術を使って1896年9月24日頃に飛行した。目撃者たちは、機体が約500メートルを飛んだ後、矢部に不時着したと述べている。その夜、フロストの飛行機械は強風によって破壊された。フロストの飛行は、 彼にとっては不幸なことに目撃はされていながら人々の記憶にほとんど残らなかった。彼は特許を申請し、1894年10月25日に1894から2431番として認定された。しかし貧しい労働者であったフロストは更新料が払えず、特許は4年後に失効した。彼は貧乏で無名なまま1935年に、 死亡した。ありがとうございます。